こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画ではですね、女性から好印象を得るためのファッションについてお話をしたいと思います。平たく言うと、どういうファッションが女性にモテるのかということでお話ししたいと思っています。ただ大前提から言うと、こういう着こなしをすれば女性にモテるっていうものは僕はないと思うんですよね。よくモテファッションとかって言うんですけども、ファッション自体で人がモテるっていうことはないと思っていて、どちらかというとファッションの役割というのは女性が見た時にマイナス点を取らないことだと僕は思ってるんですね。印象を落とさないためにこういったポイントを押さえておいた方がいいよっていうのは確実にあると思いますので、今日はポイントごとにお話をしたいと思っています。まず一つ目です。清潔感のあるファッションを目指すようにしましょうということなんですね。これは女性にですね、アンケート取ると必ず返ってくる答えなんですね。男性にどんなファッションをしてもらいたいですかと聞いてみると、清潔感のあるファッション、これはもう間違いなく出てくるんですね。でもなかなかこの清潔感というものが具体的がないので、もう少し解説したいなと思うんですが、服を定期的に洗濯してるだとか、シワがないだとか、毎日お風呂に入ってるだとか、こういうことが清潔感かというとそうじゃないんですね。これはもう基本中の基本であって、もうやってなかったら論外っていうところで、それ以上のことを求められるんですね。例えば服なんかも洗濯してありゃいいっていうもんではなくて、服も数年着てるとですね、やっぱり生活臭みたいなのもつきますし、くたびれてくるんですね。その雰囲気がやはり清潔感とはかけ離れたものになってしまうので、服も 3,4 年以上着るってことはやめて、新しい服を取り入れた方がいいかなと思っています。これはブランド物で高かったんだとか、これは思い入れがあるから着たいんだとか、そういうのは置いといて、やはり清潔感という観点で見ると、今の服、今置いてあるものの方が断然清潔感が漂うかなと思っています。服っていうのも数年経つと流行っていうのがあるので、古臭い感じがするんですね。このなんとなく今の時代に合ってないっていう感じも、意外と清潔感とかけ離れた印象になってしまいますので、服は定期的に入れ替える、新しい服を取り入れるということは清潔感につながりやすいのかなと思っています。あと色選びもすごく大事で、例えばベージュだとかカーキだとかブラウンのような曖昧な色ってありますよね。こういう色を使ってる方って意外と多いと思うんですよ。例えばベージュのチノパンなんかもそうですよね。こういった曖昧な色というのは上手に使えるとおしゃれに見えるんですけども、失敗するとやぼったく見えるんですね。これが清潔感につながらない理由にもなります。ですので、例えばネイビーですとかブラックですとか、シャキッと引き締まる色の方が清潔感は漂いやすいです。明るい色であればベージュではなくてホワイト、ホワイトほどの清潔感があるものはありませんので、こういった色で構成した方が色選びとしても良いのかなと思っています。その他にはちゃんとヘアスタイルを整えるだとか、こういう点も非常に大切なので、清潔感というテーマをもう少し噛み砕いて皆さんなりに意識をしていただきたいなと思っています。続いて2点目なんですが、シンプルなファッション、これもですね、女性から必ず出てくるテーマなのかなと思っています。これちょっと意外なんですけども、女性はめちゃくちゃおしゃれな男性が好きかっていうと、実はそんなことなくて、むしろこうファッションにこだわりすぎてる方だとか、ファッション業界の人がもうバリバリおしゃれにしてるのが苦手だという女性の方が圧倒的に多いんですね。これは僕自身も耳が痛い話で、こだわればこだわるほど女性からの印象ってそんなに良くないんですね。なぜかというと、女性と男性が一緒に歩いてる時に男性ばっかりがバリバリに着飾ってると、女性もどういう服着ればいいのかってプレッシャー感じますし、あまりですね、男性がファッションにこだわりすぎてるのってキザに見えるので、女性は敬遠するんですね。ですので、あまりファッションにバリバリこだわりすぎるっていうのも良くないのかなというふうに思っています。で、女性が求めるファッションっていうのはシンプルな着こなしなんですね。僕も他の動画でお話しているようなネイビーのジャケットだとか、丸首のニットだとか、ブルージーンズだとか、ブラックジーンズだとか、レザースニーカーだとか、こういうような定番のアイテムで着こなしの9割ぐらいを構成する、これぐらいでいいんですよね。そこに気をてらうこともないし、トレンドを満載に取り入れる必要なんか全くないんですね。それをやればやるほど女性の関心興味は結構引いていくっていうことも、僕たちは頭の片隅に置いた方がいいのかなと思っています。3点目は、決めすぎファッションをやめて少し可愛い様子を取り入れようというところなんですね。これどういうことかというと、2つ目の項目と非常に密接に関わりがあるんですけども、女性ってこう決めすぎのファッションだとか、カッコつけすぎの着こなしってあんまり得意じゃないんですね。例えばシャツの第2ボタンまで開けてセクシーな着こなしをする男性ってちょっと前までは多かったんですが、これ僕も昔はやってたので非常に胸が痛いんですけども、こういう着こなしは全く需要はありません。
男性のセクシーさっていうのは女性には全く響かないので、そこは意識した方がいいんですが、そういう決めすぎの着こなしよりもちょっとこう隙があったりだとか、カジュアルな感じ、可愛い感じみたいなものがあった方が意外と女性の印象が良かったりするんですね。これを具体的に解説すると、まあ、例えばですね、この可愛さっていうのはなかなかイメージが湧かないと思うんですが、フードのついてるアイテムというふうに考えると分かりやすいかなと思います。その代表格がパーカーですね。ここ数年ですね、結構トレンドになってるんですね。フードがついてることで適度なカジュアル感があって、女性から見るとちょっとこう男性の可愛らしさっていうのが出るというふうによくお話が出ます。ですのでパーカーは印象がいいですね。特にロゴとか柄が入っていないですね、シンプルなネイビーだとかブラックだとか、こういうパーカーを着てると非常に女性の印象がいいかなと思っています。こういうパーカーはユニクロで売ってるもので十分なので、こういうものから取り入れてみるのもいいかなと思います。あとはナイロンパーカーですね。いわゆるウィンドブレーカーみたいなものなんですが、ノースフェイスだとかアークテリクスのフードがついたナイロンジャケットも非常に印象がいいです。少しスポーティーな印象があるとカジュアルさが漂いますので、意外と女性からの評判も良かったりします。こういう可愛らしさという要素も頭の片隅に置いておくといいかなと思っています。色選びにおいても少しですね、可愛らしさっていう要素を取り入れることもできなくはないかなと思っています。僕はたまたまですね、ちょっとこう言うと恥ずかしいんですけど、薄めのピンクの柄の入った T シャツを着てますが、ピンクだとかミントグリーンだとかパステルカラーみたいなものを着こなしの中に少しだけ取り入れてみるのも意外と女性からの印象が良かったりします。ただこういうものの分量っていうのが大事で、まあ、全体8割9割はベーシックな着こなしをして、残りの 1,2 割で少し華やかな色だとか綺麗な色を混ぜてあげると女性からの印象も良かったりするかなと思います。このようにですね、3つのポイント、まずは清潔感があること、そしてベーシックな着こなしで、3点目の少し可愛さのある着こなし、こういったところを意識してもらうと女性からの印象が良かったりするので、頭の片隅に置いていただきたいなと思っています。やっぱり僕たち男性がファッションを楽しむモチベーションの一つとして、女性からの印象って結構重要だと思うんですよね。僕もやっぱり男性ですから、できれば女性から好印象を得たいってありますよ。だからといってファッション頑張りすぎるんではなくて、あえて80点ぐらいで抑えておくっていう勇気も大切なのかなと思いますので、この動画を参考にしながら皆さんもファッションを楽しんでいただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。